はいどうも VIP です。やっていきましょう。 VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということですね、皆さん、本日ね5月22日、まあタイスリが来るってね予想されてたんですけど、すいません、タイスリって何のことか分かんないですよね。すいません、ちょっとね先日生放送でタイムスリップの話してたら、一人の視聴者がね、タイスリって来ますかって、まあ結構ガチな感じでタイスリって聞かれてきて、まあそれがツボに入ってしまって、もう今からね、僕これからじゃあタイムスリップのことをタイスリって呼ぶわって言って、うん、もうねタイスリタイスリって言わせてもらってるんですけども、まあ皆さんよかったらね、これからもタイムスリップのことタイスリって呼んであげたら、その視聴者の方のね恥ずかしめが報われると思いますんで、はい。いや、いいですよねタイスリって、すごい面白いね、その発想はなかったな。うん、まあね、さておいて、まあ5月22日更新がこちらですね。はい、福袋、プロ野球応援福袋、これはもう無理やりでしょ。無理やりすぎるでしょこれは、ほんまに。やるガチャがなかったからみたいな感じには思えてくるんですけどね。うん、で野手追加と好打者やね、好打者じゃないな、野手やな。でグレードアップスカウトでホームランダービーね。はいはい、まあもう早速ガチャいきましょうか。もう選手見ていきましょう。はい、ということで西武メヒア選手ね。うん、メヒ、はい、パワーヒーターちゃん、メヒア選手昔めちゃくちゃ強かったんですけどね、もう今はちょっとね、まあけど西武純正の方は欲しいって感じですよね。メヒ、はい、いきました。デスパイナー、Repeat after me. デスパイナー。はい。絶対発音ちゃうけどな、これ。絶対ちゃうけどな、発音。うん。まあ、デスパイナー選手ですね。え、広角打法ついてんねんけど、デスパ。マジ？デスパ、広角打法ついてんの？初めてじゃない？強いっすね、かなり。はい。で、ウィーラー。え、ちょっと待って、外国人縛りなの？まあ、いいか、まあいいか、一人ずつ見ていこう。ウィーラー。はい、ウィーラー選手もね、まあ発音違うんですけど、パワーヒッター、プルヒッター、逆境。僕ね、よくね、A ランク当たってる時に言ってたんですけど、ポケットに財布入れてないって言って、ウィーラー。まあこれ多分走塁守備、ランナー出た時に多分手にはめるやつですよね、おそらく。財布に見えてしゃあないんですよね、これ。はい。清田選手。清田選手って言ったら、俺もプロスピ2019のあのサヨナラでしか覚えてないわ、もうサヨナラ。あの僕がね、生放送した時の、チャンス流し打ち、満塁男。あ、チャンス流し一番の男。ああ、いや清田選手もなんかもうベテランベテランって言われてるけど、そんなベテランじゃないでしょ。まだほら33でしょ、4つ上やん僕の。はい、清宮選手。え、清宮選手なんや。へえ、広角打法ついてそう、ついてない。人気出ました、人気。まあこれパーラでね、みんなあの人気、あ、すいません、パーラで人気が出たって思ってる方いっぱいいると思うんですけども、人気ってのはかなり前からありました、特殊能力で。チャンスプルヒッター、高弾道。まあ、いつかパワーヒーになることをね、期待します。はい。なんかキャプテンとかやりそうじゃない？清宮選手。もうちょいしたら。ね。で、ロドリゲス。あ、ロドリゲス。あ、出た、この打ち方。ブーマ。ブーマ2世。ロドリゲス、僕あんま知らないんですよね。あ、え、パワーヒー広角固め打ちやん。固めてるやん。マイナーリーグで3割2分1厘、19本塁打。へえ。それでもメジャー行かれへんのか。ピッチがらい。はい、巨人、楊大観選手。まあまあまあ、代打の神様でしょう、おそらく。まあ今年はね、代打の神様、あ、固め打ちついてるやん、また。代打の神様やのに固め打ちつけんといて、もう。代打で出た時、固めた状態で出てこないですからね、絶対に。ね。ほんで逆境ね。はい。で、ロッペス。え、ロペアンここで出んの？え、じゃあベイスターズのファースト、誰が出る？パワーヒ、プルヒ、チャンス。強。え、ロペス選手強いな。え、誰やろベイスターズのファースト。あかん、俺パッと出てこんわ。ちょっと調べんのめんどくさいんで、よかったらコメントに書いてください。はい。で、マルテ選手出ました。フォロースルーマルテ。俺マルテのこういうフォーム追加されてほしいけどな、フォロースルーな。あ、ラインドライブ、ラインドライブやな。まあまあ、ラインドライブ、うん、超プルヒラインドライブ選球が、はあ、はあ、はあ、なるほど。で、メヒア、2人目のメヒアですね。写真かっこいい。超広角ラインドライブチャンスメーカー。へえ、すごいね。糸井選手みたいやね。糸井選手の左バッターバージョンよこれ。え、糸井選手と間違えてない？運営さんこれ。特殊能力の付け方糸井選手やんこれ。オリックス時代のね、 TS の、あ、ごめん、タイスリので。アルモンテ選手、アルモンテ選手ね、よかったっすね、ほんまに出てね、 S ランクで。一時期はもう育成、え、今育成契約やった、アルモンテ。なんかちょっとザワザワしてましたもんね、オフ、去年のオフか。阿部日流し打ち走塁。はい。ええ。で、荒木選手、ヤクルト。荒木選手。荒木選手、僕、あんまりちょっとね、昨日ね、あるプロ野球選手の方からね、DM が来て、すごい嬉しかった。はい。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい。ということで、早速、福袋引いていきましょう。まあ、もう、楊大観選手狙いから、楊大観選手というか、この自チーム狙いは巨人で、丸選手と中川選手と、今回出た、誰や、楊大観選手がいないので、まあもう丸選手と中川選手当てに行こうかな。いや、ちょっと待って、ちょっと考えるわ。ちょっと考える、ごめん。いや、ごめんなさい。やっぱり巨人ですね。はい。じゃあ行きます。
10連福袋1回目え、捨てていいよ。オッケーオッケー、全然大丈夫、心配してないよ。ピッチャー調子くん、俺ね、いつかね、このね、調子くん絶好調が出るまでガチャ終われません、やってみたいんですよね。もうね、調子くん絶好調が全然出ないでしょ。多分ね、調子くん絶好調、おい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 、調子くん絶好調が出た時っておそらくね、何枚引き確定とかあるんじゃないかなって、僕ね、あれ意外と隠しエースじゃなんかじゃないかなと思ってるんですよね。神田隠しエース、あ、森選手出た。森選手の企画もね、今ねやってるんで、はい、よかったら皆さん見てくださいね。ということで2回目、ここ S ラン確定です。これね、無課金の人引いた方がいいかって言われたら引かない方がいいかもしれないね。今はまだもうね、エキサイティングも来るし、まあ対するも来るし、うん、まああんまり無茶して引くガチャじゃないかなと思います。まあプロ野球を本当に心から応援してるっていう方は引いてもいいんじゃないかなと思ってますけどね。はい、皮肉ですね。うん、嘘ですよ、嘘嘘、僕は応援してます、頑張れプロ野球。いいタイミングで笑いましたね。はい、ありがとうございます。ということで、2枚引きとかせんかな、誰が来るやろう。結構ね、いろんな方が誰でもいいんですけどね、今出てくれても本当に。はい、渋いラスト、誰、あー、ビアルーバービアン、クリスチャン、クリスチャン、クリス、あの、僕もミキサーしたわ、日ハム、日ハムのクリスね。ちょっと今ね、あのね、僕ね、撮影時間帯でちょうどね、これ自チーム確定、本田翼がね、ライブしてる。おっ、あ、来た来た来た、流れ星だ、本田翼がライブしてて今めちゃくちゃ見たいんですよ。レッツゴー。あの、今ね、もう右側でね、モニターの右側で今本田翼のライブ映像流してます。はい、音声なしでね、音声ないから全然意味ないんやけど、顔も出てないし。あ、1枚やね、これ早く見たいんですよ、早く見たいんで、ちょっと早く撮影終わらしてね、編集ちょっとこう編集しながら見たいと思いますよ。はい、さあお願いします。さあ自チーム誰が出るか、丸選手、陽大観選手、あ、2枚引き、あー、清宮マジか、2枚引きや、清宮選手出ました。ちょ、もうどうしようかな、清宮選手 A ランク全部限界突破しちゃったよ俺、他の選手の特訓か、ここで出るか清宮、早速追加された清宮選手。さあ行きます、Gチーム誰、デラローサー、いや最後に来てくれ、うん、50連目で来てくれたらいいオチやったんや、いつものオチやったんや、50連目で来てくれたらよかったのに、デラローサー、まあ5回目も出てくれるでしょう。はい、じゃあ4回目いきます。あー、出なさそうやな、引き悪いな、いや、ほんま調子くん絶好調ないですよね、あれ多分隠しエースじゃない、マジで3枚引き確定とかじゃないの、調子くん絶好調って、絶好調って言っちゃった。はい、誰ですか、あー、もうひどい、笑いもしない、太田選手めっちゃ出る、もう親の顔より見た太田健吾ですよ、ほんまに、マジで、まあ親も顔見てないけど最近。はい、あー、キズ選手ってことで、これラストですね、50連目自チーム確定、丸選手、清宮選手、ちゃちゃ、あー、オッケーオッケー、丸選手、陽大観選手、中川選手、あー、やっぱないわ、いほんまにない、あ、行きました、レインボー、さあどうですか、また2枚引きするんじゃないですか、これレインボー行って、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 あー、あー、あー、惜しい惜しい、これはないかな、今日さっき一応エースしょぼくて2枚引きしたんでね、可能性はありますよね。さあ期待して、2枚引きの可能性を期待して、最後は誰ですか、デラロサが来たら完璧なオチですよこれ。さあラスト、お願いします、誰、あー、マジ、丸選手来た、マジか、やった、引き良すぎマジで。はい、ということでですね、ちょっとね、引きが良すぎて、ちょっとね、なかなかキリがいい終わり方、まあキリがいいっちゃキリがいいんですけど、ちょっとね、まあ272エナジーあるということで、ちょっとね、これ引いていきたいのがグレードアップで、新選手巨人で、あわよくばもうヨウデイカン選手引いていこうかなと思ってますんで、ちょっとグレードをねアップしていきたいと思います。はい、いきます、まあ多分ほとんどカットしますね、あのね、けどね、たまに S 来るんで、ここが違ったら、うん、カット、たまにね2連目で、この前2連目で S 来たんですよ、確か生放送で引いて、ここで S 来たんで、これ来る可能性ありますからね。うっ、あー、来い、絶好調、いや絶好調じゃなくていい、調子くん、レッツゴー、 OK、 来へんね、後編とか言っときながら、あー来ないか、 OKOK、 まあまあテンポよくいきましょう、もう最後なんでね、動画の終盤、あ、失敬失敬、ごめんなさいね。はい、これ自チーム選手1人確定ということで、あー満月やったらちょっと期待するんですけどね、うん、絶好調ないか、絶好調、 OK、 はいはい、あっは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 っ、
ょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジでエース来てないけど、え、自チームじゃないんか、そっか、あーそっかそっか、パーター、ほらやばい、俺グレードアップマジで相性いいんですよ。じゃあこれちょっと多分残りのエナジー的にこれラストですね。はい、じゃあちょっとここで S 出し終わりましょう。気分よくない、自チームかっ、うん、まあまあこれちょっと最後まで見ようか。レッツゴー、あれ A 確定してた、これ待って A 確定しました、これこれキリいいからこれラストね。カモンカモン、レインボー来て、レインボー来て、レインボー来て、あーあーあー、まあまあまあ、いや今日可能性ありますからね。いやほんまにね、S ランクブロンズグレードアップスカウト3日、いや分からんや分からん、俺信じてる信じてる、えっ、あー